そこどうせ自分いいみたいな感じで言ってあげた。よし、それでいこう。練習になるための練習をしてほしいですよね。
曲が。するよりかは今の力入って投げちゃったとか、あ今ダーツが抜けちゃったとか、あ今の良かったなっていうのを自分の頭と体で理解してほしいです、ね。まずそれができるようにならないとうまくはならないかなと思います。ということでね、今回は効き目と手首の使い方、あと腕の出し方、まあフォーム全般ね、今日まとめてやりましたけども、まだまだその細かいことっていうのは言ってね、ただ漠然としたことだけをね今日は教えたつもりです。でも頭パンクしたでしょ。すごいパンクしました。そうだね、おじさんも言ってて何言ってんだろうと思うこと多々ありましたねマイダーツを持ち出して2回目、はい、心の変化って何かありました？心の変化は前回の撮影の時にタケさんが力を抜け力を抜けって結構言ってたので、自分で練習しに行った時に力を抜こうっていう練習をしたんですけど、やっぱり今日また教わって違う肩に力が入ってたりとか、手首だけっていうのを意識することは自分ではなかったので、また一つ勉強になりました。すごい100点満点の答えが書いてますね。ね、今後もこうダーツはやっていこうかなって思いますが、はい、あよかったこれでね、一、人本当にあのハローズのジムでねダーツの楽しみも知らなかった子が、ね、こうやってダーツにハマってくれるっていう、それだけでもねちょっとこの企画ちょっと意味あったかなと思うし、ね、初心者の方も今ダーツ始めたっていう人も多いと思うんですけど、ダーツはね点数だけじゃなくてまず綺麗なフォーム、ね、自分に合ったフォームを身につけてから上手くなっていく一歩目がスタートすると思うんだよね。まずは
自分に合ったフォームを探しましょう、それが今回の答えだったんじゃないかなと思いますね。ゆかりもそのうちダーツにハマってダーツバーの店員とかやるんじゃないかな、はい、今後もじゃあダーツを楽しんでいっていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、それではまた皆さん、また来週おい、バイバイ。これからも練習頑張ってレベルアップ目指していきましょう。